社長の二十歳の時のエピソードじゃないですけど、あのね、僕二十歳の時ね、最悪の人間だったと思う。愛知県豊田市にあります本社にやってきました。いい天気ですね。トヨタの2023年が始まります。1月10日、冴え渡る快晴の中、まず行われたのは本社工場の中にある方向神社での新年祭です。新たな1年の会社の繁栄と安全を祈願します。慰霊殿には豊田佐吉さん、喜一郎さんをはじめ、社内で在職中に亡くなった方や戦没者が祀られています。1年の決意を誓い、身が引き締まりました。続いて観閲式。トヨタの自衛消防隊が規律訓練を披露するとともに、倒木除去や放水など技能を披露します。勇ましい姿、かっこいいですよね。そして豊田章男社長が入ってきました。拍手で迎えられています。これから2023年の年頭挨拶を行います。章男さんの今年の第一声です。本社よりも地域、会議室ではなく現場、肩書きではなく役割、決裁ではなく相談、説得ではなく共感、仲間と一緒に挑戦し、一緒に失敗し、一緒に改善をしていく、みんなで努力をして、そんなトヨタを作ってまいりたいと思います。サラリーマンという仕事はありません。皆さんの仕事は車屋です。トヨタの思想と技と所作を身につけた町一番の車屋を目指して努力を続けてほしいと思います。今年もみんなで心を合わせて、それぞれの町の人たちを笑顔にする、もっといい車を作ろうじゃありませんか。ありがとうございました。挨拶終了かと思いきや、少し社長からこの後、皆さんからの質問を、受けて、やり取りをさせていただきたいと。今から Q&A やらせていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。はい、ありがとうございます。それでは早速手を挙げていただきました新入社員の、お名前と、自己紹介お願いします。明けましておめでとうございます。新入社員の富川優太と申します。笑っていただいてありがとうございます。去年1年間はまさに激動の1年で、次から次へと案件が襲ってきて、解決してはまた次の案件という、まさに章男さんにとって苦労を重ねた1年でありました。ただその甲斐もあってか、カーボンニュートラル一つとってもですね、私が入社した頃よりも世界的にものすごく考え方が変わった1年でありました。ただ世界的に見てまだ第一歩、助走の段階だと思います。今年1年、自分以外の誰かのためにどんなことに挑戦したいですか。またどんな1年になってほしいと思いますか。私自身は現実を話してきたと思うんですよね。ところが政治マスコミの世界はまず規制を決めて、そしてカーボンニュートラルというのはエネルギーを作る、運ぶ、使うのみんなが協力してやらなければならないことなのに、使う側のその車というものの選択肢を BEV だけにして、それで他のものは対立という流れの中で、国によっていろんな上り方があるんじゃないでしょうか。順番を間違えないでいただきたいとか、敵は炭素であって内燃機関ではないとかいう当たり前のことを言ってることに対して、
ものすごくバッシングを受けました。そんな中で、本当に、コツ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 とね、決してそういう規制が出ようが何をしようが自分以外の誰かのために、やってた社員の人がたくさんいたことも事実なんですよ。で、そういう方々の気づきとそういう方々の地道な努力が本当にね、自分を助けてくれたと思ってます。何かね、誰かのためにカーボンニュートラルを実現しようと思っていたなら、努力行動すると時間はかかるけども、やっぱり見る人は見てるなというのを感じた私は2022年だったと思います。今やってる仕事とか、このコロナによっていろんな閉塞感を感じ、ね、いろいろ孤独を感じ、いろんなことを感じてる皆さんだと思います。ですけども、お天道様見てんですよ。必ずサイレントマジョリティはいます、ね、ですから自分以外の誰かのためにこれは役立つとご自身が信じているならやり続けてください。だからそこがさえブレてなければね、報われない仕事もいつかは必ず報われますから、ね、でそこのところでやっぱり自分は一人でなくね、多くの人と一緒に協力してやっていく、そんなチームワークっていうのができるね年になればいいんじゃないのかなというふうに思います。老けた新入社員、ありがとうございます。ありがとうございます。ずうずうしい新入社員、もう一問だけよろしいでしょうか。すいません、自分以外の誰かのためにチャレンジする姿をぜひトヨタイムズニュースでも取材をさせていただきたいので、どんどんこんなのあるよっていうのを伝えていただきたいと思っているんですが、それをするためにはですね、社長、評判が良かったらレギュラー化していいよってお話ししてくださいましたけど、はい、皆さん見ていただけましたかね。全員拍手してない。ちょっと少ないかもしれない、ね、ちょっと少ないね。一応私のところには好評の声が来てるんですけれども、レギュラー化に向けて動き出してもよろしいでしょうか。こうやって年末の30日見た人ってどのくらいいます？逆に見なかった人、正直者がいらっしゃいます、ね、じゃないね、手を挙げてない人がいたのに。ということはまたレギュラー化に向けてチャレンジさせていただくということでよろしいでしょうか。そうだね、ああいうニュースはね、やっぱりオウンドメディアなんですよ、トヨタイムズっていうのは。でトヨタって37万人いて、これだけグローバルな会社でも ね自分以外のどっかの地域のためのことを知ってくださいよと言うんですけど、なかなかね現実難しいんですよね。こんなに頑張ってんだっていう、ぜひニュースをねシェアしていきたいという思いはありますので、来年はね、今の拍手がねもっと盛大になるように、努力をするという条件で、はい、ぜひトヨタイムズ報道を進めていただきたい、はい、ありがとうございます。ということで、トヨタイムズニュースレギュラー化が一応決定しました。これから毎週配信してまいりますね。せっかくですから、そして質問もまだまだ続きます。これまで40年間ものづくりの部署にいたんですけど、今年から人を育てるというところに行くんですけど、社長がその相手を引き込む、そんなこう魅力を感じるんですけど、どんなことをこうパッと見た時に何をこの人は望んでるだとかっていうことを気にしながらやられてると思うんですけど、その引き込むその秘訣聞かせていただきたいなと思ってですね、質問させていただきました。トヨタってね、長年製造業で品質ある商品を作ってきた。だから人材的に求められたのは均一性のあるね、均一性のある人だったと思うんですよ、ね、よく金太郎飴とか言われましたでしょ。その中で、しっかりとですね、なんていうかプロフェッショナリズムはね、やってきた。そんな人材が求められたと思うんですけど、今自動車業界は100年に一度のね変革期と言われているし、そして何よりも自動車会社からねモビリティ会社になろうんじゃないかというふうに言われている中で、トヨタはグローバルな会社ですと言われた中で、どん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 多様性が求められていると思うんですね。で
多様性の時に僕重要なのは、均一性も確かに重要なんですけれども、やっぱりそれぞれの人のね個性を見てあげるってことなんじゃないのかなと思います。私自身もねよく言う話でね、豊田という名前に生まれてしまったことに対してものすごくコンプレックスを持ったんですよ、ね、所詮人はそれでしか見てくれない。ところがある時期から豊田という名前も一つの個性なんじゃないのかなというふうに思うようになりました。それまではなんかねこういうこと言っちゃいけないとかね、こういうことをやっちゃダメだっていう環境の中にいたんですが、やっぱり自分の考え自分の意見というのを豊田という名前を個性として自分が認識するようになってからはストレートに言えるようになりました。それでそれ以降の方が自分自身を振り返るとね成長できたんじゃないのかなと思ってるんですよ。均一性を求めていくとどうしても短所をなくし長所を80点主義にっていう考えになっちゃうかもしれませんが、やっぱりね長所でねこれは世界であなただけだよねっていうねいうその個性をどん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 伸ばしてあげる、そしてあとは助け合うというようなね指導をちょっとやっていただきますとね、多分やっておられると思いますよ、ね、やっておられると思いますけど、より以上にねより以上にそれぞれの人の個性、というものをリスペクトしてあげる、そんな気持ちでね接するのと本来こうあるべきだって言ってやるのとでは きっとね結果が違ってくると思いますから、ぜひともそういう形でやっていただきたいのと、人材育成は時間がかかるよということをね即席ラーメンのようにはならないんですよ、ね、だからものすごく時間かかります。だから時間を楽しむ、それでその人の成長を一時変なとこ行ったとしてもね楽しむような忍耐力をぜひともね尾中さんと一緒に持っていただきたいなというふうに思います。若い世代からも白いマスクの、僕は今年じゃなくて一昨日成人式を終えて友達とかで、まあ、今何やってるのとかって話したりすると、その今までやってたことを諦めて他のことに挑戦するとかっていう子が結構多かったんですけど、社長の二十歳の時のエピソードじゃないですけど、まあ、全然仕事の話じゃなくなっちゃうんですけど、そのエピソードだったり何に取り組んでたかとかそういう努力してたことをちょっとお手本じゃないですけどちょっと聞きたいなと思って。僕二十歳の時ね最悪の人間だったと思うよ。学生だよね、学生運動だけやってた、運動だけやってたしね、いやもう最悪だったと思うな。僕ってねその1年生の時からレギュラーになってたでしょ。だから生意気だったわけよ、ね、で生意気でちょっと上の学年の人たちにもね試合の場においてはね不適切なさ言動をと行動をしてたとんでもなく悪いやつだったと思います。でもその中にもそういう この人間をね育てようという人がいたんでしょうね。だからそれはありがたいと思うし、最近の若者はなんだってよく僕ぐらいの年になると言うんですよ。でも僕はねなるべく言わないように努力してます、ね、というのはもっとひどい若者だったじゃないかと、ね、自分自身がでもっとひどい若者なのに、ね、その当時の先輩、ね、それから上司の人、それからいろんな目上の人たちは本当にさいろいろ、ね、それは間違ってるよという言い方じゃなくて、ある人は背中でねあこういうやり方いいなと思うのを示してもらったりねいうことをして、やっぱり自分も人間だからこういう人に憧れるなっていうね人と、いやこれは真似したらまずいだろうなっていうのを取捨選択できるようになるきっかけをつかみ出したのが二十歳を過ぎた頃なんじゃないのかなと思う、ね、
失敗しないように持ってくんじゃなくてね、失敗した時に、自分が失敗した時に助けてもらったようなね、ようなことをやってあげるのにね、どん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 こうやってシニアがね動いていけば、結構ね、シニアも未来づくりに参加できると思うし、ね、ましてや若い人たちはやっぱり未来を作るのは自分である、ね、今はねいろいろ面倒くさい話もいっぱいあると思いますよ、ね、なんでこの人たちこんなことやってるのかなとかねいうのはあると思うんだけど、それは自分がもうちょっとねいろいろ実力をつけたり、そういうお立場になった時、そういう役割をもらった時にね、やることとね、やるためには今ね、いろんな体験をしてください、ね、いろんな体験をしていろいろ引き出しを持てば、ね、自分以外の誰かのためにと思った時にさ、思った時にいろんな引き出しを持てるから、ね、そうすると多くの笑顔をもらえるんじゃないのかなというふうに思いますので、ね、だけど二十歳に見えないぐらいなんか老けてるね。僕結構そうやってよく言われますね。サバ読んでる？いや読んでないですよ。二十歳です。あ、本当？二十歳です。でもしっかりしてるよね。いやいやいや、そんなことない。あ、しっかりしてない。僕もなんか社長の話、さっきの話聞いて、あ、社長もやっぱ僕と同じような人間だったな。じゃあ早く僕を抜いてくださいよ。いやいやいや。あ、でもその僕学園卒なんですけど、うん、その学園の卒業式の時にその社長に僕文字書いて有言実行って隣に書いて、うん、その隣にスタンプを押してもらったんですけど、うん、未だにまだちょっと有言実行できてないことも多いんで、うん、その、まあ、改めてこういう場をお借りして、うん、有言実行。じゃあさ、口に今年絶対やること、今これだけの皆さんの前に言ってごらん。一個でいいからね。家族を笑顔していきたいよ。なになに？あ、家族をね、はいはい、まあ、笑顔にすることと、誰もやりたがらないような仕事を僕が率先してやっていくということをここに誓います。今の声を聞きましたね。1年間しっかり見てくださいよ。豊田社長はこのように周りの方からいろんな考えとか意見とかを問われる機会が多くあると思うんですけれども、逆にこのように社員を目の前にして対峙した時に、普段どんなことを問いたいとか質問してみたいと思っていらっしゃいますか？いただいたコメントをですね、これから自分が仕事をしていく中で自問自答しながら進めていけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。僕ね、あんまり自己主張しない人なんですよ。え？と思うかもしれないけど、ね、決して、ね、僕ってね、自己主張はしない してないんですよ、ね、それでいろんな人の状況を聞いて、それで何かを決めて、ね、それを物語風に語れて、ね、それで共感を得るという技能がちょっと人よりいいと思うんです、ね、だから例えばこうやって皆さんをね対峙してね、どういうこと聞きたいですかと言われた時には、多分ね、元気、健康ですか、幸せですか、そのぐらいだと思うな。ああ、それが一番気になることね。それで今トヨタ入ってね、一日のほとんどの時間をさ、日本ってね、会社のために尽くすじゃない。そうした時にトヨタでの生活というのはね、本当にどうなんかなっていうのは、ね、気になるの、ね、それは全てにおいてね、いろいろ満足できることばっかりじゃないと思うけど、でもその中でもね、そういうようなことが絶えず気になりますね、うん、ちなみに今健康ですか？あ、はい、とっても健康です。幸せですか？はい、幸せです。よかったですね。ありがとうございます。よかったよかった。
今日一つですね、社長に教えていただきたいことがございまして、タイのイベントの後いろんなメディアからですね、サイレントマジョリティっていう言葉が聞かれるようになりました、社長はずっとおっしゃってたと思うんですけれども、私のような小さい部を担当するものであってもやっぱりいろんな話を聞く中で、みんながどう思ってるのかなとか、大勢の人は本当にどう感じてるのかなっていうのに結構迷うことがあります。で、社長はもっと大きな世界でさらにいろんな方とお話しされる機会があると思うんですけれども、どうやって本当にその人たち、サイレントマジョリティの方が思われていることを掴まれているのか、ヒントがあればぜひ教えていただきたいと思ってまいりました。それはね、相手に興味を持った方がいいですよ、ね、どうしてもその会話っていうとね、会話っていうと発信者である自分が何を伝えたいかっていうこととね、相手がどうだっていうのの綱引きですよ ね。だけど多分僕の場合ね、相手が何に興味あるのかなとかね、どんな人なんだろうというところの関心が8割9割だと思いますね。それでそこで初めてそれに対してね、自分はあなたに興味があるよっていうことを示すボールを投げ返す。それによって初めて会話がね、始まるんじゃないのかなと思うの。自分以外の誰かのために、誰かのためっていうのはそこだと思うな。多くの人は自分のアピールをねしてくる人がいるの、ね、でそういう中にもね、ずっと聞いてるのって結構大変なんでね、自分のアピールばっかりされると。だけどそういう中にもこの人に、その人に興味を持ってあげる。そうするとね、なんかね、新たな一面が出てくるような気がします、ね、でそれこそがね、僕ね、トヨタイムズじゃないけどね、オウンドメディアの役割ってそこだと思ってんの。トヨタイムズでいろんなね、コミュニケーションを世界中の皆様とかいろんなステークホルダーの人たちとねしたいと思ったのはね、そこに行き着くんだと思います。で、何もね、我々が言ってることが正しいなんて思ってないの。今はすごい情報がね、肩でいろんな情報がありふれてるわけですよ。で、自分自身でそれを消化し、自分の考えを作っていかないとね、何が正しくてね、どういけば正解なのか全然分かんない。で、そんな時にトヨタ自動車はカーボンニュートラルにしてもね、ロシアの撤退にしても、自分たちの考え、それはトヨタの思想と技に結びついた上でのね、上でのそういう考えをしっかりと説明することによって、初めて理解者も増えるしね、結果、興味を持ってる、応援してくれる人っていうのが増えるんじゃないのかなというふうに思います。相手に興味を持ってあげる、これをに努めてみてください。そうするとね、ちょっと見えなかったものが見えるんじゃないのかなというふうに思います。今年もぜひ健康でね、明るく、そしてありがとうと何か言ってもらえるか、そしてありがとうと何か言えるかね、できたらありがとうという数を増やしてください。それだけです。あとは健康に。豊田社長、ありがとうございました。今回ですね、タイから新年行事をリポートした映像が入ってきて、見ていただいてもよろしいですか。世界のトヨタの仲間から最新情報をお伝えするワールドトヨタニュース。1回目の今回はタイ・バンコクからめちゃくちゃ明るい女性社員2人からのリポートです。はい、メイタンスニュースをご覧の皆さん、こんにちは。タイトヨタ社員のレンニです。リンです。สวัสดีค่ะ。レンニค่ะ。リンค่ะ。วันนี้นะคะพวกเรานะคะก็อยู่กันที่ Toyota Alive บางนาค่ะซึ่งเป็นสำนักงานออฟฟิศของพวกเรานะคะชาว Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเป็นสำนักงานมาร์เก็ตติ้งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันฤกษ์ดียามดีของพวกเรานะคะที่จะมีการจัดงานขึ้นปีใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นการทำบุญของพวกเราค่ะค่ะไปดูจุดแรกกันดีกว่าค่ะเรานะคะจะไปไหว้เจ้าที่กันนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะ
โดยพิธีของคนไทยนะคะก็จะมีการนำผลไม้แล้วก็ดอกไม้ที่มีชื่อมงคลชื่อไพเราะเนี่ยมาไหว้เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตกันด้วยค่ะและจุดต่อไปนะคะจุดด้านนี้นะคะก็จะเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งพวกเราชาวโตโยต้านะคะก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์นะคะเข้ามาสวดมนต์ค่ะโดยท่านนี้นะคะจะสวดเป็นภาษาบาลีค่ะน่าสนใจมากๆเลยตามมาดูกันค่ะและในพิธีด้านในนะคะก็จะมีผู้บริหารของพวกเรานะคะแล้วก็พนักงานของโตโยต้าค่ะเข้ามาร่วมพิธีนี้ด้วยค่ะก็ลำดับต่อไปก็จะมีเป็นการปลุกน้ำมนต์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปค่ะこういう新年行事のなるほどこういう世界のトヨタがやってる我々が知らないことをどんどんこうやってお見せしていこうかな。いやそれはねぜひやってほしいですね本当に。というのはもともとね去年からね私年初にね、はい、授業に飾ってることが世界の他の地域でやってる人たちに興味持とうねって言ってるんですけど、果たしてどうやって知るかなっていうのはね、みんな悩んでると思うんですね。やっぱり多様性と言ったって、何が多様性なのかわからない。だけど今見た瞬間にね、へえこんなことやってんだ、これをね感じることだけでも多様性だと思うんですよ。だからいろんな人がいろんな形でね、チームを作ってんだなというのをね、私も感じるし。他のね、これを見た他の人たちも感じてもらう、そんな特集になっていくといいなと思います。はい、ぜひ世界のトヨタの皆さん、私に送っていただければ、こうやってご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。あとね、これは、タイトヨタからぜひ、秋尾さんに見てほしいっていうメッセージまでつけてきたんで、このまま見ていただいて。ごちそうさん、明けましておめでとうございます。และในภาษาไทยเราจะพูดว่าอย่างไรคะเดนนี่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆและพวกเราขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรอตัวมาครับこういうメッセージを送りたいって言っていた。ありがたい。こういうのもいいですか、入れて。というか、こういうのこそ元気が出ますよね。じゃあ、森蔵さん聞いてみたいな。そう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 。ぜひ、お願いします。こうやってみんながね、競い合うって言うんですよね。あ、いいですね。世界に。いろんなことやってるよ、我々。いいですね。この国の笑顔、世界で一番いいはずよっていうね、こんなことでいいなと思います。はい。ありがとうございます。世界中のトヨタの皆さん、最新情報と森蔵さんへのメッセージもトヨタイムズニュース富川まで。